はい、今日は、友人日野さんの32分の1ジェットレンジャーをご紹介いたします。TRX150? そうそうそう、あそこに書いてあったじゃん。人形はギャングスター？一応その設定なんだけど。ニューヨークのギャングスター？ニューヨークじゃないよ、どっかの国の。ロサンゼルス、どっかの国。うーん、あ、本当だ、これ、あ、T-Rex の150のあれだ、ね、そうそうそう。やっぱ T-Rex はさ、あの、繊維はやっぱ高いからね、しっかり違うよね、部品はね。テールもそう？テールは違う。テールはね、違うんだ、これ。5g の、あの4000回転のどこのメーカーか忘れちゃった、これ。うん、塗装しちゃったから、分かんなくちゃった。うん、綺麗だね。で、人形は3体 ?3 体だっていう。どんな顔してるの？あ、一応顔も描いてある。うん、バッテリーは300。300? うん。いや、モーターは違うんでしょ？モーター違うよ。これ、モーターがさ、1502っていうのかな、サイズで言うとね、あの T モーターっていうの、中国のメーカーの。うーん、15g のモーターでさ。あ、ほんと。4000回転でさ、裏側は何もない。あ、でも操縦席に副操縦士か。いや、でも綺麗に塗装してあるね。やっぱ民間機のこと、これ確かに綺麗だね。うん、でもそんな辺で、ね、民間機は出てない。32分の1のレベル、レベルのジェットレンジャー、ジェットレンジャー。電池が何？300。7.4V 300。そうそうそう。あの、タージでいい？タージで取れてあったね。タージでいいか。で、ギアは04モジュール。違う違う、これは教育歯車例の。え？ 0.5 モジュール。05モジュール。これはね。あ、向こうもそうだよ。向こうも 0.5 教育歯車、自分の。あの、ミリオン24に使ったやつ、ブラックの。顔書いてあるね。いや、あまり書いてない。今書くとさ、プラモデル屋がね、書くと、漫画チックになるからやめた方がいいって。いや、これ よくできてない。できてないやな。これはさ、書くとね、ほら。いや、これはいいよ。いやいや、専門家はこれおかしいんだよ。え、ここに ESC が入ってるの？だから、例の150の。ああ、そっか。そうそうそう。ちょっと待って。ああ、本当だ。細かいのよく作るね、これね。だからギチギチだって。XK じゃさ、無理だもん。うん、だから、あの、T-Rex 使ってるんだから。はい、どうもありがとうございました。